なっちゃんがインタビューしに行こうかな。僕のこと知ってますか？え、かっこいいですか？かっこいい、かっこいい。かっこいいショット行きましょうか、じゃあ。ちょっと認知度調査みたいなことをしてみたらどうでしょうか？ゾクゾクしてきますね。どうだ、いけるか、いけないか。ファンタスティックス。ファンタスティックス。行きましょうか。行きますね、そっち。甘い顔。知り合いじゃん、知り合い、知り合い。知り合いですよ。とりあえず女性スタッフに声掛けをお願いします。どうだ、いけるか、いけないか。親子の方ですね。あ、いらっしゃった。 ありがとうございます。で、今お聞きしたいのは、好きなダンス&ボーカルグループ、次の日本のグループとかで知ってる、いいなって思うのはザ・ランページ。ランページさん。ランページ、人数多いのにダンスとか揃ってて、なんかかっこいいなって思う。ちょっと望みあるんじゃないか、これは。LDH の他のアーティスト知ってるグループあったりしますか？他に気になってるグループみたいな。ファンタスティックスさんは最近ちょっと聴きますね、曲とか。最近ちょっと。どういうところが気になるんですか？みんな顔面偏差値が高いんで、普通に目の保養として。みんなって言いましたよ、みんな、はい、誰か気になってる方も言いますか？いや、もう全体的なんで、そんな個人っていう感じはないんですけど。個人っていう感じ。もし彼氏にするなら、彼氏にするなら、パッと見でもいいですよ、今。でもみんないいと思うんですけど。みんないい。佐藤さんとか。お、名前知ってる。タイプ。はい。彼氏にしたら尽くしてくれそうな感じ。いや、そんなことないですって。そんなことないですって。彼らの活躍とか見たりしてますか？あ、テレビでは見てます。世界がダンスがすごい上手いっていうのを TikTok とかでよく言ってたりするんで、ダンスのレベルは結構高いんじゃないかなと思います。ここの中で愛知県出身の、あ、この人です。夏目さん。夏目さんって言われてなかった？夏目さん漱石の方かな。愛知っていうのは友達が好きなんで聞いたことない。おーっしゃー、友達。小江さんのどこが好きっていう話を聞いたことありますか？その子は普通に顔がタイプらしいんですけど、普通にダンスも上手くて、でメンバー思いだから好きって言ってました。喋られてるわ、やばい。メンバー思いだからっておっしゃってました。メンバー、なんでそこ引っかかるんですか？なんで常川さんがそこに引っかかってるんですか？他にファンの方とかありますか？ケイト君が普通に推しで、はい、最近ドラマやってたんじゃないですか、でそれを見て、あの、騒いでました。かっこいいですよ。ちゃんと知ってくれてますね。個々のメンバーの名前も出てきたりとかしてて。ちょっと彼らに、彼らに向かって、パフォーマンス見ててもすごいかっこいいなって思うんで、これからも頑張ってください。応援してます。ありがとうございます。なんだこの距離感。行く？行きます。行きましょうか。行きますね、そっち。ランページは誰が好きなんですか、ちなみに。ランページの中だったら川村と夏目さんって言いました。夏目さんって言いました。言いました。この方って名前、夏目さん。夏目さんじゃないですか。夏木です。すいません、夏木です。すいません、夏木さん、はい、いやー、すごい知ってくださってましたね。すごいね。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。ずっとね、あっちの方から見させていただいて、ごめんなさい、間違えて。全然大丈夫です。ね、なんかおかしいなと思いましたよね。なんか頑張ってファンタスティックスを引き出そうとして、やけになんかこれどうですかみたいな。やばいです。友達が、あ、友達が好きで、あの、仕事の合間とかに前話してました、はい、うわー、嬉しい。ありがとうございます。自慢できる。ランページさんも気になってるってことで、はい、ぜひこれを機にファンタスティックスもお願いします。お願いします。
思わず飛び出してきちゃいましたすいません、嬉しくなっちゃって。じゃあ一旦隠れます、はい。T シャツ買いました。グッズ T シャツ、もう奥の手ですね奥の手だ。ちょっと匂わせていきましょう。それで来た。LDH のグループについて聞いてるんですけど、なんか知ってるグループとか。3代目。ジェネレーションズ。ジェネレーション。ちなみになんですけども、このグループどうなんですか。あ、知ってる。知ってる。ファンタスティック。ナイス、出た。ファンタスティックス。ファンタスティックス。ファンタスティックス。かっこいい。お、なんだって。じわじわ来てるんですね。かっこいい。かっこいい。かっこいい。やばい。誰がかっこいいですか。じゃあ彼女、どの子がかっこいいか。この子です。ソータ君。ソータ君。はい。かっこいい。まあタイプ分かりますからね、また。大輝君。大輝君。佐藤大輝君。ケイト。ケイト。はい、私も。あ、かぶってる。ケイトすっげー人気じゃん。ケイトくんだけ知ってます。先輩が大好きで。堀夏樹くんと言いまして、うん、どうですか彼の。クールな感じがする。クールな感じがする。ウエスそう。ウエス。俺何を知ってるんだ。ありがとうございます。かっこいいね、はい、かっこよかった。甘い顔が好きですよね。甘い顔が好き。ケイト君だけ知ってる。ケイト君だけ知ってる。やっぱり甘い顔がいいですか。かっこいい。え、誰ですか。ド S とか言ってましたよね。言ってほしかった。いるなら。これから誰を知ってます。ありがとうございます。これを機にファンタスティックス、ぜひ覚えてください。覚えます。ドエスじゃないですかこの時間を利用して、はい、これを食べてみてください。はい、ありがとうございます。あったか。あ、なんかすげえ匂いする。何かわかります。あれあれ、これはこの間トレンドで教えてもらった10円パンじゃないですか。そうです。うわぁ、あの10円パンが大須で大人気の本物だ10円ですね。じゃあまずちょっと割っちゃいます。ビヨーン。うわ、すごい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 。ちょっと待って、そんなにいくか。これはすごい、想像以上。いただきます。塩味効いててぎっしりしたチーズ、うまい。まあ何より映えますね。いや、美味しかった。大須だな。大須ですね。いらっしゃいました。なあ、ありがとうございます。眺めてみます。ですね、LDH のグループについて聞いております。今ちょっと押していたり気になるなみたいなグループはありますか。ま、全く知らないんで誰もわかんないです。え、グループは全然わかんないです。はい、はい、人はわかります。人は、あのヤギ優生。ヤギ優生くん。ヤギ優生。これ何かきっかけがあるんですか。ドラマ、あの美しいカレー、うん、美しいカレーか。優生くんのどういうところに惹かれましたか。もうイケメン、とにかくイケメンなんて見てほしい、超イケメンなんですよ、本当に。そう、イケメン、めっちゃイケメンなんだよ。こう押してますね。見ますか、本人は。優生くん見ますか、みんな。すいません、こっちが見るのは堀です。ちなみに優生が所属しているこのグループ知ってますか。でこのグループ、あ、いる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 。いるよ、いるよ。これ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 。あ、センターなんだ。グループ名知ってます。グループ名、エグザイルトライブ。違う。まあ、ではあります。ファンタスティックス。あ、そうそうそう、それそれそれ。はい、そうです。それそれそれ。ずるい。はい、結構いますけれども、うん、この彼どう思いますか。うん、彼結構濃いと思う、普通に。タイプじゃないけどタイプじゃないけど。
右に同じって感じ。右に同じ。左だけど。振られた。これは行くしかないね。これはかっこよさを見てもらうしかない。これは行くしかないっすよ。ゆうせいくん、大好きです。愛してるよ。インスタチェックしてます。インスタ超チェックしてます。彼のインスタのいいところは何だろう。最近ちょっと雰囲気も変わって、うん、いろんな役とかやってるからだと思うけど、どんなのでもかっこいいよ。同年生くんもイケメンだよ。この人どうすか。まあまあ、でもどうなんだろう。かっこいいですか。かっこいいかな。タイプではない。タイプではないですね、あんまり。やっぱりこの人が一番かっこいいと思う。この二人のだったらこっちを選ぶ。絶対もう2万パーこっちでしょ。そのもう革新的なこう理由みたいな。革新的な理由、はい、だってまず顔違うし。顔違うし。ちょっと横向いてもらえます。あ、この人もしかして。そうです。めっちゃ失礼なこと言うじゃん。そう、この人です。この人、ゆうせいを知ってくれてたんですね。知り合いじゃん。知り合い。知り合いですよ。同じグループ。昨日も会いましたもん。やばいじゃん。なんでゆうせいくんじゃないんですか。すいません。ファンタスティックスというグループで、これは堀夏樹くんで、愛知県出身。そうなんです。愛知県出身で、愛知で番組やってて。認知しました。今日あ、今日で認知してくれました、はい、ありがとうございました。イケメンを拝めました。ごちそうさまでした。ありがとうございます。おーい、エクション思いつける堀夏。そうっすね、はい、そう女もありなんですね。可愛くいきましょう。こういう感じの。もう一歩前いきましょう。前、これ最高だ。オッケー、照明さんもっとガーンお願いします。来た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 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして僕にやってほしい企画などコメント欄にてたくさんお待ちしてます。